明神重正とは、地方競馬の高知競馬場の別府新寺旧舎に、所属していた元騎手である。勝負服の柄は黒、桃菱山形一文字。高知県出身、血液型 B 型。1990年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、土井高知旧舎からデビュー。同年4月21日高知競馬、光るシンボリで初起場、初騎乗。 同年5月28日、高知競馬第3競争で、U1 番に起場し、初勝利を挙げる。1991年8月4日、第6回全日本新人王争派戦出場。1992年12月14日、高知競馬第9競争第20回金の倉賞を、シャルマンダンサーで優勝し、重賞初制覇。1994年10月3日、 高知競馬第10競争席例特別をエフテマーガレットで優勝し、地方競馬通算100勝達成。2004年3月7日、第18回高知競馬6日目第6競争 C に条件戦をセニョールベストで優勝し、地方競馬通算500勝達成。2010年3月引退を発表、同月14日に引退式が高知競馬場にて行われた。 同年2月より過去の怪我を治療するために療養をしていたが、復帰の目途がつかないことが理由と言われている。生涯通算成績は8399,686勝2着788回3着857回、勝率8.2%、連帯率17.5%。ありがとうございます。